はい、次は間もなく清水公園というところで城内信号機1灯しかないですね。はい、清水公園駅以前改良されたという、情報流しましたけども、城内信号機も1灯になってるんで、これもう左側の線路しか入れないようになってるんですね、基本は。うん、あの改良工事また続いてますね、清水公園駅。対向式の一番線が使用停止になって、島式側のホームが再び一番線二番線として使われるようになっております。清水公園に到着です。で、今回ですね、野田市駅が3月3日から3、4番線ホームが使用開始、そしてですね、新しい改札口が使用開始になったということで、それを見に行っています。で、途中でね、清水公園駅、あちら側まだホームありますけど、うん、線形がね、若干変わってます。多分曲線とか勾配とか微妙に改良されてんじゃないですかね、少しずつ。なのでそこをちょっと見てみましょう。これが今出発するのがですね、柏方面行きのホームから電車出てるんですけど、ここもね、以前は地上時代はね、ここが左側すぐ曲がってったんですけども、ポイントこういう風に今合流しますね。この合流のポイントの部分変わってますね。勾配ちょっと緩やかになったんですかね。うん、またちょっと今度しっかり見ていきたいと思います。で、ここから先が今回のメインとなります。愛宕を出発して野田市へ向かいます。信号とかね、ポイントとかホームどうなってるかですけども、簡単に見ていきましょう。で、これ思うんですけど、野田線ってこういうね、あの前後が単線っていう場所まだ残ってるんですけど、こういう風に Y 字でね、 Y 字ポイントで合流するんですよね。これどちら側にもね、曲線のね、速度制限を緩やかにしようっていう意図があると思います。まあ、安く済ませるんだったら片開きの方がいいんでしょうけど、まあ、Y 字にしているところはちょっとこだわりを感じますね。で、ここの架線柱もちょっと変わった架線柱してますよね。あ、これ見てください。今見ました？信号機3灯ですね。で、真ん中が光ってたんで、ということはここ左に曲がって、一番左側は星容赦なん で3番線に入りましたね。ということは愛宕側からは基本的には234に入るという構造みたいですね。1番線には入れないのかな、どうなんですかね。と言ってるうちに新しく使用開始になりました3番線に到着です。はい、使用開始になりました3番線と4番線ホームです。まあ、あのね、1、2番線ホームはもうすでに使用開始になっていたんで、そこからですね、工事の様子は見ることができましたので、まあ、あのホーム自体のね、形とかは見慣れたもんだったんですけども、まあ、いざ使用開始になるとね、こちら側がね、柏方面行きの、まあ、本線かなとして使われるんでしょうか。そして信号機も出発信号機青が進行信号ともっております。で、ここで信号機見ると、4つの番線すべてに両方向にね、信号機があるんですよ。なのでどういう運用するんですかね。結構珍しいと思うんですよね、両側が単線なのにホーム2面5線ですからね。まあ、星容赦は愛宕側からしか入れないようなね、星容赦基地はね、構造になってますけど、うん、ここのちょっとあの高架の壁のところの構造を見ると、まあ、将来高架化しようと思えば、まあちょっと大変だけどできますよみたいな感じには見えますね。うん、まあ、この辺はだいたいね、すでに完成している部分です。ただね、この先にね、25mmの下り勾配があるんで、まあ、そこだけちょっと取ってみましょうかね。野田線だと 25mm、これ一番きつい部類じゃないですかね。春日部富士の牛島間に 23.4 だっけな、それぐらいのがあるんですけど、ここもね、結構きついですよね。
まあ、交換ね、交換の部分だと結構、あらかじめ設計してね作られますけど、はい、降りてきましたということで、梅里ですね出ていきました。といっても、まあ、今回は、まあ、野田氏が主役なんで、まあ、引き返そうと思います。はい、改札の外に出て、スイカで、運賃を払いました。ということでまた再度入場します。はい、やってきました、急行大宮行きです。はい、先頭です。もう 25% の勾配は上がったところですね。うん、やっぱり信号機がねこっちも3つなんで、で真ん中が光ってたんで、これ2番線に入線でしょうね。どういう使い方をするのか、1番線2番線3番線、3番線側に分岐してその後さらに4番線に入線っていうのも、まあ、可能性としてはありそうですよね。まあ、実際そういう列車に乗ってみないとあの信号がどういう光り方するかちょっと分かんないんで、まあ、現時点だと、全ての番線に、まあ、入線できるのかな、まあ、入線する可能性はありますね、十分にね。まあ、通常だと3つだから 1,2,3 番線に入るのが主なんでしょうかね。ということで野田市駅へ降りてみたいと思います。今降りたホーム、もともとはですね柏方面行きの番線として使われておりました。なのでね、入線する列車が、ね、逆側になっているってことですね。しかしこっちのね2番線側だと結構線形がいいんで、結構加速、いい加速するんじゃないですかね。見てみましょう。加速ですね、音が素晴らしい。いやー設備超立派、でも前後が単線っていうねこれちょっと面白いですよね。野田線クオリティになっております。ちなみに愛宕までが超近いんで、望遠カメラとか使うと、見えます。愛宕駅見えますね。はい、ということでね、やっぱり信号機4つありますよね。野田市駅に到着した列車に関してはどっち方向にも出られるっていうのは、続いてるみたいですね。ただ1番線からはなんか15から45って書いてあるから、ちょっと速度制限があるんですかね。まあ、入線どういう風に入線するかっていうのに縛りがあるのかもしれないですけど、まあ、これ見る限りはまあどっち側からも、1番線から4番線には入れそうですね。まあ、保守容赦基地の場所、4番線のね外側に保守容赦基地あるんですけど、あれは愛宕側がしか入れないみたいですかね。速度制限がついてます。ただね、やっぱ60キロで出入りできるみたいなんで、まあ、入線とかね、あの出発する時の速度制限若干緩和されてるんじゃないですかね。でただこれだけのホーム作ってどういう運用するんですかね。まあ、野田市行きが今度のダイヤ改正で出るみたいな話がありますけど、いやいや、まあ、興味非常にねあるところですね。まあ、設備は超立派です。でこの2023から24年にかけてのクオリティで高架化すると、まあ、本節の効果はこんな感じというところでございます。まあ、東京スカイツリー駅はまだ工事してるんでね、まあ、あれは仮設の域がまだあると思いますけども、まあ、野田市駅の場合はね、あの自治体との協力なんで、これはほぼほぼ完成形と言っていいでしょう。1番線あんま使わなくなっちゃったのは寂しいですけど、まあ、実際はここで急行の退避とかねしたいんじゃないですかね。ただなんかアーバンパークライナー廃止になっちゃうみたいで、今度のダイヤ改正で、私としてはそれ超悲しいんですけど、まあ、アーバンパークライナーがね運転してればここでね先行の列車を追い抜いてみたいなのはあったでしょうけど、まあ、急行で やるのかな。
そうすると結構大規模な、ね、ダイヤ改正みたいですけど、ただ前後が断線なんで、難しいんじゃないですかね。まあ異常時とかはね、折り返し運転しやすくなるかと思いますけども、果たしてどうなるんでしょうか。まあ、あの1番線2番線の私いる側のホームと反対側の3、4番は、まあ、基本的な作りは、まあ、対象になっているような感じですね。まあ、ホームの、ね、エレベーターの、ね、扉の、ね、色が違ってました。赤と青で、まあ、その色の違い方って、違いはあれですよね。七里もそうでしたね。あの七里駅もですね、改良されまして、あ、その動画も今度、出す予定ですので、ぜひぜひお願いいたします。はい、列車入線してきました。アタゴからやってきましたね。60キロで入ってくるのかな。はい、こんな感じで、カーブしながらね、関東ついてますね。いやー、なんか立派、野田市駅とは思えない。こんなこと言っちゃいけないけど、じゃあ春日部どうなんだって言われますけど、まあ、春日部もね、まあ、あと8年後か7年後ぐらいなんで、まあ、野田市駅と同等か、まあ、時代に合わせたグレードアップで高架化されるんじゃないでしょうか。私は春日部駅の高架化工事結構追っかけてるんで、まあね、今回ね、興味があったんで野田市駅も見に来てみました。かっこいいですね。はい、出発です。出発もどれぐらいの速度で行くんですかね。やっぱ60キロで行くのかな。結構いい加速音ですね。さーっと出ていく感じで、まあ、あそこにちょっとねポイントがあるん でここはさすがに両開き型ではなくて片開き型になってますね。ただまああんまり速度制限受けているようには感じませんでした。はい、梅里寄りの先端です。まあ、ここの場所以前から使ってた場所ですけども、出発信号機やっぱりね4機ありますね。だ非常にね、運用は しやすいんじゃないですかね。ただまあ野田市駅で相互に折り返すっていうのは運用的にはこの先もない、いやわからないな、どういう運用になるのかわからないんで絶対ないとは言えません。まあ近くに七光台駅がありますからね。で1、2番線っていうのはね、春日部大宮方面ってもう番線表示振られて、まあ、岩槻みたいに、ね、一部大宮行きみたいな2番線のね例外表記もないんで、まあ多分方面別固定なんでしょうけど。はい、降りてきました。おお、こんな感じ、まあ、工事のフェンスがあって1、2番線のところは使えてたんですよね。で毎度恒例の展示ブロックから読み解くみたいな感じになってますけど、はい、埋められてます。で1、2番線左、トイレが、正面、右側が3、4番線で、今私歩いているところはフェンスがあって歩けなかったんですけど、逆に今までね、あの前の改札口向かうときは、まあ、細い通路があってフェンスに囲まれてたんですけど、まあ、それの構造がやっぱちょっと変わってますよね。であの改札口新しくなりました。かっこいい。何これ、レンガ作り、これあれですかね、醤油工場とかモチーフにしてるのかな、わからない、醤油工場がレンガなのかはっきりわかんないですけど。でこの養生してあるところ下展示ブロックついてるんで、まあ、このあとねこのフェンスに隠されてるところは反対側の新しい出口じゃないですかね。これが開通したら使うようになるんでしょうか。まあ野田といえば レンガ作りなのかな。そういえばキッコーマンさんのね工場が近くにありますよね。まあ企業城下町というか野田市で、あのキッコーマンさんのは確かあの工場見学できるんですよね、醤油工場の。私2回ぐらい工場見学行ったことありますけど、まあ随分前だったんで忘れちゃったな。結構見応えありますよね。
で最近またね、見学の体制が、まあ、以前に戻りつつあるというか、なんで興味ある方は行ってみたらどうでしょうか。ちなみに私、銚子にある山佐さんの工場も見に行ったことあります。はい、まあ、新しい高架駅も作られてたんですけど、改札が使用開始になる前に結構時間がかかったというところじゃないでしょうか。で、これがロータリーです。おー、超立派。いや、もう野田線沿線ね、ダサいとは言わせないプロジェクトが進んでんじゃないかと勝手に思ってますけど、いやー、ロータリー立派ですね。まあ、千葉県と、自治体とね協力してということで、大規模な改造が行われてます。これ駅前の以前あった道路ですけど、まあ、古い部分はね、こういう風に、なんだろう、まあ、道路完全にね、これ寸断されてるっていうか、ここの使ってたところはルートは変わってるってことですよね。うん、右側にねこう迂回して、でスペース確保して、そこに、まあ、ロータリーが作られてるというところです。でちなみになんですけど、ここ地上線走ってた時動画撮っておりますので、過去動画からぜひぜひご覧いただければ幸いです。以前撮ったのが役に立つ日が来た。まあ、地上駅時代のね野田市駅も味がありましたけどもね。いやいや、高架駅になっても、味がある。はい、でこのバス乗ると、駅前のバスはこれ岩井車庫行きかな、これ茨城県の方行くやつですよね。自然博物館だっけ、博物園だっけ、なんか恐竜のね展示が結構あるところありますよね。あっちの近くも行くみたいです。ただ本数は1時間に1本ぐらいですかね。はい、野田市駅、いよいよ駅舎が本格始動というところでございます。でも反対側のところもこの後開通するんじゃないですかね。まあ、こっちがメインロータリーだと思います。でせっかく来たんで、ロータリーちょっと、付近歩いてみましょうかね。で奥にはね、今キッコーマンさんの工場があります。野田市、そう、野田といえば醤油、キッコーマン、まあ企業城下町みたいなイメージですよね。いやいやいや、まあ、近くをね江戸川があって、であれか、結局江戸に醤油を持ってくルートが江戸時代から確保されてたとか、そういうことですかね。ちょっと醤油の歴史もう一回あれ勉強しよう。物知り醤油館おすすめです。私も2回も行ってるのに、ね、ほぼほぼ忘れてるんで。ただ人気があってね、予約しないとね、できないみたいなんで、ホームページ見るといいんじゃないでしょうか。なんか宣伝みたいになってるけど、一切関係者ではありません。はい、でここのね道路が整備されていると、奥にね工場がありますけども、で結構ね、トラックとかもね、通行量多いんですよね。でここがね、野田市駅の、古い改札口のところですね。もうフェンスで、通れなくなっております。しかし最近工事手際いいですね。パッと変わっちゃう感じですね。3月2日だっけ、2日までは、古い改札で、3日から新しい改札になったみたいですね。で私ちょっと当日ね、変わった当日は問いに来れなかったんで翌日撮ってます。しかし、まあ、正直人がいない。日中はこんなもんですかね。まあ、住宅街っていうところもありますよね。まあ、企業城下町的な感じですけど、この辺はね、駅の近くは、住宅地ですね。商業施設とかもないので、もしかしたらこのね、空き地に着くのかもしれないですね。ここもまだ道路の直しをやってますね。いや、こんだけ土地があれば絶対駅ビル建ててもいいと思う。まあでも、集客力がある施設じゃないと、遠くから来ないかな。どうなんですかね。大宮方面駅が出発してきました。お、かっこいい。しかし前後は単線っていうね、オチがついておりますけど、しかし、まあ、前後単線でもね、
野田線は結構パターンダイヤで運転されてるんで、まあ、便利なんじゃないでしょうか。で駅前にもね交番がありますし、うん、ここにねタクシー呼んだりとか、ここに車迎えに来てもらったりすると、うん、非常にいいかなと思いますんで、まあね野田市周辺に用事がある人は便利になったと思います。はい、ホーム入ってきまして、3、4番線ホームですね。こちら側が新しく使われるようになったホームです。で4番線の横に側線がありますけど、架線が、ついてなくてですね、これは星4車とかかな、うん、入れとく場所みたいですね。まあ、高架線の上にねわざわざ線路を作るっていうことで、やはりね野田市駅の位置に、まあ、星4車置いとくと、やっぱりこうなんていうんですか、保守の点検の計画とか立てやすいんでしょうね。ちなみになんですけど、梅里寄りからは出入りできません。愛宕寄りからですね、ポイントがあるのは星葉社基地5番線って言えばいいのかな。はい、ちょうど3番線に列車がやってきました。いやー野田市駅とは思えない立派な2面4線プラス星葉社線。あ、おおお、8000系ですね。お、到着したのは8000系です。電動発電機の音とかね、このコンプレッサーの音いいですよね。しかし新型車両登場すると8000系はね撤退だろうから、ちょっと残念ですけど。お、発車メロディーが、そうか、そういえばなんか変わったって書いてありましたね。あ、こういう発車メロディーだったんですね。いやー、正真正銘野田市駅です。駅名標と一緒に撮影。いやーかっこいい。やっぱりしっかり整備されるとかっこいいですね。まあ、東武線で今高架駅が完成するとこんな感じでね、こういう設備で作られるというところです。まあ、春日部はどうなるんですかね。春日部あとね7年後か、高架駅できるのは、うん、もしかしたらもうちょっと違う感じのね、まあ、あの建築材とか使うのかもしれないんですけどね。はい、では間もなくエンディングとなります。でこんな立派な設備ができたのにアーバンパークライナーがね運転ね取りやめになってしまうの非常に残念なんですけども、まあ急行列車がねダイヤ改正で、まあ今回のダイヤ改正で無理っぽいんで、次のダイヤ改正からね、まあ理想的なねダイヤになってもっと便利になると嬉しいですよね。ということで大宮方面駅はやってきました。いやいや、スラブ軌道になってますね。こっち側は向こう側バランスなんだな。はい、東武クオリティの窓ガラス。停車駅は春日部までの各駅と岩月はい、千葉県から埼玉県戻ってきてます。江戸川の河川敷、菜の花ね咲いてましたね。いよいよ春が到来です。次回もご視聴よろしくお願いいたします。チャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。